関東地方。関東地方は、日本の地域区分の一つであり、本州の東部に位置している。その範囲について、法律上の明確な定義はないが、一般的には、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一都六県を指して、関東地方と呼ぶ。首都、東京を要する関東地方は、日本の政治、 経済の中心となっており、日本の総人口の3分の1が集中している。首都圏整備法が定義する首都圏には関東地方に山梨県を加えた1と7県が含まれる。また、関東地方知事会には首都圏1と7県に加えて中部県知事会議にも加わっている。静岡県、長野県の両県知事がオブザーバー参加している。関東地方は人口、 面積が多数、広大なので、利根川を、境界線に北を、北、関東、茨城県、栃木県、群馬県地方、南を、南関東地方、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に分割することもある。日本最大の平野、関東平野が中央に広がり、北西側は山岳地帯、東南側は太平洋に面する。関東の東部には、 房総半島、千葉県、南部には三浦半島、神奈川県が太平洋に突き出しており、房総半島と三浦半島の間に東京湾、三浦半島と真鶴半島の間に相模湾を形成する。また、地理的な一体性は薄いが、旧伊豆国である、東京都東所部も東京都の管轄下にあるため、行政的には関東地方である。なお、関東地方には、 山梨県を含むケースもあるが、ここでは取り上げない。沖の鳥島、無人島は、日本の最南端であるため、関東地方は、日本の最東、最南端とも言える。関東平野の表層地質は、第4期の沖石層や鉱石層であり、平野部やその周辺の標高約500から900メートルの低山の植生は、常緑紅葉樹林帯。箱根で、約900メートル。 丹沢や高尾で約800メートル、奥多摩、奥武蔵や奥秩父で約700メートル、成城州や赤城山、足尾山地や筑波山で約600メートル、北陰や那須の山地で約500メートルが、商用樹林の分布限界である。また、常緑紅葉樹林の上には、ブナや白川、水ならなどの落葉紅葉樹林が広がる。しかし、千葉県は、 標高が低いため成立しない。茨城県には、筑波山山頂周辺と、北部の山の一部にしか広がっていない。また、落葉紅葉樹林の上には、白びそや、岳かんばなどの新葉樹林が、落葉紅葉樹林の下限から約1100メートル高い、標高から広がるが、千葉県は、もちろん、茨城県や神奈川県にも標高が低いため、成立しな東京都には、 雲取山周辺のわずかな面積にしか広がっていない。北端には、大尺山脈高原山、那須連山、闇沿山、三国山脈西端には、関東山地、奥秩父山海も、この一部などの山地がそびえて、各隣接地方へつながる。日本最大の平野である、関東平野が広がり、円岸丘陵を挟んでそのすぐ北には那須岳山のに、 広がる日本最大級の戦場地なすのが原、東側には、上ず大地を挟んで、千葉県の海岸沿いには、九十九里平野広がる。千葉県南部は、房総丘陵で、茨城県の霞ヶ浦周辺は、上層大地や日立大地になっている。群馬県や埼玉県秩父地方などは盆地になっている。荒川、江戸川などの各河川は、東京湾へ注ぎ、絹川、利根川、 坂東太郎とも呼ばれたは、犬坊崎で太平洋へ注ぐ。東京湾は房総半島と三浦半島に囲まれ、千葉県の西側、東京都の一部と神奈川県の東側に面して、浦賀水道から太平洋に接する。沿岸部は工業地帯になっている。神奈川県の南側は、相模湾、相模灘に、茨城県の沿岸は、鹿島灘に面する。また、 相模湾には2回の関東地震の震源地となった相模トラフが通っているために各地で地震対策にも力が入れられている。最高地点は栃木県日光市と群馬県片品村との境にある日光白根山、奥白根山山頂。日本の都道府県の最高地点としては8番目に高い。また関東以北、関東、東北、 北海道の最高地点でもある。都道府県の最高地点は、埼玉県が三宝山、2483メートル、東京都が、雲取山、2017メートル、神奈川県がヒルが、竹、1673メートル、茨城県が、闇沿山、1022メートル、千葉県が、あた山、408メートルである。千葉県のあた山は、 各都道府県の最高峰の中では最も低い。首都圏と言われる地方でありながら自然環境に恵まれていると言える。自然公園面積の割合は東京都が全国第2位、埼玉県が第4位、神奈川県が第10位である。山との最東方に位置するフロンティアの力、武士の王国、そして日本の中心地へと関東地方は変遷した。 関東地方に人が住み始めたのは旧石器時代であった。群馬県の岩塾遺跡からは関東ローム層から旧石器時代のものとされるナイフ型石器が発見されているが関東ローム層の酸性土壌のために人骨などは見つかっていない。縄文時代の関東地方は温暖な環境に恵まれ、縄文人は関東各地に大型集落を営んだ。当時の環境では 西日本より東日本の方が巨老採集には適しており、縄文時代の南関東は日本列島で最も人口密度の高い地域であったと推測されている。縄文改進の時期には現在の茨城県中南部の低地、千葉県北部の内下宇佐大地以外の地域、東京23区の東部、埼玉県の東南部は海であった。内陸に入り込んだ遠浅の海は、 良い漁場となり、現在海岸から離れている地域にも、カソリカイズカを筆頭に、巨大カイズカが形成された。弥生時代になると、埼玉県全土が陸地化し、東京23区東部でも一部が陸地化した。関東でも、水田稲作が行われるようになり、多摩川流域や相模平野を中心に農耕が、行われていたと思われる。海面の交代と土砂の堆積により、まだ、 東京湾に流れ込んでいた利根川の下流域に広大な中石平野が生まれるが、当時の幼稚な灌え技術では高知化できなかった。関東ローム層に覆われた大地は水源に恵まれないため、まだ深い森であった。古代四世紀頃にはすでに大和王権が関東地方を勢力下に置いていたとされるが、その根拠の一つが関東にも存在する前方公園墳で、 これは、大和王権が和の統一政権として確立してゆく中で、各地の豪族に許可した形式であると考えられている。関東南部の旧入間川、荒川から、旧荒川、元荒川から、旧利根川、琴根川から、旧渡瀬川、江戸川、江戸川毛野川、絹川に至る地域は、古代は低湿地帯であり、カトリ海の水は、現在の千葉県北西部、 茨城県南西部にまで広がっており、現在では、関東平野の中央部にあたるこれらの地域と概要は、カトリ会を通じてつながっていた。したがって、外して当時の関東は、この低出地帯の北部にあたる毛野川流域地域、毛野国とその南部地域、武者四国に分かれていたと考えられる。毛野国は、筑四国や紀ビ国に被権する大国であったと言われる。ただし、毛野国は危機に、 噛みつけの国像、噛みつけの氏と下付けの国像、下付けの氏に分かれた形で登場している。噛みつけの氏は現在の群馬県中部から南部、下付けの氏は那須地方を除く栃木県中南部に勢力を持ったと見られている。この毛の死一族は天武天皇から阿尊政を賜るなど、大和王権と関係が深く、毛の一族はエゾ対策や朝鮮半島政策での将軍に、 任命されており、律領制以前に軍事を司った皇族だったと見られる。また、奈良時代、下付の阿蘇小丸が登場し、大法律領の作成に関与している。小丸が創建したと伝える下付のし宇治寺、下付薬師寺は、奈良の東大寺、太宰府の関税恩寺と並ぶ三階段に指定されている。一方、カ佐国、下佐国、安房国の房総半島は、 ふさと呼ばれ、古語周囲によると、四国から渡来したインベ氏が開拓したという。これらの諸国を一括する語が、あずまである。危機神話では、日本穂高の説話が起源とされているが、あずはやという嘆きのし、もともとは、当地の神話であったものを取り込んだ可能性がある。その傍証として、天武十年、八十一年に御事のりを受けて、司書編纂に従事した軍神のうち、 王族を除くトップは、噛みの軍三千であった。なお、カズサ国、シモウサ国、ヒタチ国には、アワインベシに続きカムヤイミミの命の血を引く、ヒゴ国像の一族であるオノシが、カズサ国に上陸、開拓を行いながら、ヒタチ国に勢力を伸ばし、カシマ神宮を混流し、氏じがみされたというカシマの元本宮伝承などが存在する。また、取神宮も、この際に、 出雲系の拓殖士族によって農耕神として祀られたのが起源だとする伝承がある。僧序は国伝の武士、有力王に否定する説が有力な上標文に、祖先が東は盲人を制すること五十五国、西は周囲を制すること六十六国と記されていることから、5世紀頃の関東地方には国と認識されるものが複数存在したことが記されている。 洋書などの、不創国、女国、旧、当女に登場する、盲人国、当代の監視に見える、不創東さら東といった地域を関東に否定する、説がある。東海山古墳近作名鉄拳名文中の、大王も、機内ではなく、関東にいた主張を指すとする立場、古田武彦、井上秀夫、鶴岡静穂らもある。大田賢人さん古墳のような巨大古墳や、 金霊塚古墳のような豪華な服装品を持つ古墳が築造された。このように関東地方は古墳時代には機内に被検修了権を確立していたとも考えられている。律令制のき機7道の交通網について関東には機内から道の区国に伸びる東三道と同じく機内から伸びて三浦半島からカイロ房総半島に出てかとり、 鹿島に向かう東海道が整備されたと言われる。関東は、京の防備のために設けられた、東海道の伊勢国の鈴鹿関、鈴鹿峠、東山道の美濃国の不和関、関ヶ原、北陸道の越前国の荒地関、荒地山、荒茶間の三関から、東の全域を指した。その中でもとりわけ、東海道の足柄関、箱根峠から、東の国と、東山道の薄井関、 薄い峠から東の国が関東地方にあたる。道の区国、東北地方太平洋側との境には白川関と名古屋関が設置された。関東地方には西から順に相模国、武蔵国、下総国、上総国、安房国、北地国、上野国、下野国の八つの両政国が設置され、分割統治された。古くは万道と言われた。 万堂は、信濃国と上野国の境にあたる渦姫根と、駿河国と相模国の境にあたる足柄坂の東の意味である。大陸に目を向けると、7世紀の東アジアでは、唐と白木が県政を振るい、663年には、くダラ、和国、日本連合軍を白隙の絵の戦いにて破り、コウクリも668年に同様に滅ぼされた。また、10世紀には、 その白木も、ここ送りにより滅ぼされた。こうした大陸と、朝鮮半島の騒乱期に前後して、朝鮮半島方面から多くの人間が、都来人として、日本各地に流れてきており、大和王権は彼らに、関東の未開発地を与えて住まわせ、関連する地域の名が今でも残る。例、武蔵国高来軍、白木軍新座軍。立領時代の関東は入るの地でもあり、 イカルヤならに、本拠地を置く、紀内政権からは、都からは遠く、自力で帰るのが、難しい地方と見られており、特に、安房国と日立国は、温度の地とも言われ、北九州へ向かう先森も、関東から多く徴用され、それを象徴する後に、鹿島まちがあるとされる。平安時代には、新能人国には、日立国、和佐国、 上野国が新能人国に設定された。十一世紀頃に成立した、サラシナ日記などに、松戸、幕張、利根川、武蔵野島の情景が描かれている。平安時代中期には、都から渡ってきた下級貴族が武士化し、開発領主として関東各地で開拓を進める流れが生まれる。十世紀には、新能人国が半制度化し、下宇佐国、日立国、 上野国には、官務系兵士を中心に、平家武士が増加、その一人である、平野正門は自ら天皇と称し、関東の独立を目指して放棄すると、下谷国王領主で、藤原北家行名流、藤原秀里は、朝廷以降をもって、これを討伐した。大ね北関東以北は、藤原北家や清和源氏、川内源氏を出自とする領主。 南関東は兵士を出自とする領主が支配した。この頃、関東は、東、ず紀内から見て東なので、東の字が当てられると呼ばれ、関東の武将たちは、その勇猛さから、東ずまエビス、遠いと部別的に呼ばれた。正門の独立志向が、その後の関東の武士政権への道を開いたことを、阿弥野義彦は指摘している。平安末期の関東地方は、 中小の武士団が拡挙した。北関東は藤原北家流書士、那須書士、宇都宮氏、小田氏、小山市、結城市等野生は源氏流書士、足利市、新田市、佐竹市、南関東は関武平氏流書士、鎌倉島、三浦島、七部島、千葉島など、や武蔵七島、小野生横山島などが領有した。彼らは相馬送り屋など、 土地の支配権をめぐって相互に争った。源の頼朝が鎌倉幕府を樹立する際に中核となったのはこのような関東武士団であった。関東の武士は上級の乱の後、地頭として西日本各地に移住する。三浦、千葉、渋谷、二階堂、河西など関東地方の地名に由来する名字が九州のような遠方にも多数分布するのはこのためである。 南北朝時代には、室町幕府、源氏政権の出資機関である、鎌倉府が同じく鎌倉に置かれ、鎌倉久保を、源氏を、関東官令、主に、藤原果十字屋流が、補佐、さらに、関東八館、藤原北家流六氏、源氏流一氏、平氏流一氏の、計八氏が、各領土内での実権を有した。事実上、東国武家政権の伝統を引き、 東日本を広く管轄した。室町時代には、鎌倉久保は室町幕府、源氏と対立し、これに関東管領の上杉氏藤原果十寺屋流も加わった。その結果、大きな戦いだけでも。と、相次ぎ、小規模なものも含めれば、関東地方は、連年続くことになった戦争によって荒廃した。一連の戦いによって、関東管領 鎌倉久保、小学校をはじめ、関東の各市は、勢力が衰え、戦国時代にはこれに乗じた、小田原北条氏、あと北条氏イコール、伊勢平氏を少数が対等し、関東各地を次々と支配下に置いた。対抗勢力としての上杉氏は、川越野戦に敗れた。16世紀後期には、小田原北条氏の勢力圏は、関東地方の二種半分を、 はじめ後半な地域に及び、それに対して、東部地域では、里見市、佐竹市、宇都宮市がこれに公私領土を守った。最終的に朝廷の移行を受けた、豊臣秀吉が鎮圧に乗り出し、小田原征伐によって、小田原北条氏は、滅亡、同志に従っていた千葉市、小山市などの旧家も、運命を共にした。小田原北条氏の給料には、徳川氏が入り、後に、 それがそのまま、江戸幕府の勢力基盤として継承されたこと、小田原政伐で、中央政権に服属して、安堵を受けた里見氏、佐竹氏、宇都宮氏などもその後の中央政権の動向に巻き込まれて、その後二十年余りのうちに、関東の領有権を没収されていったことから、この変動が生じた、天正年、年を、関東地方における近世のとして、 捉えられている。ただし、従来の支配体系が全否定されたわけではなく、小田原北条氏の拠点になった城の動向を見ても、徳川氏の本拠となった、江戸城や小田原城、川越城などのように、近世以後も継承されたもの、三ノ輪城、高崎城、唐沢山城、佐野城、本社草城、桜城のように、両国支配の安定に伴う新城追記まで用いられ続けたもの、 八王子城、八方城、栗橋城のように廃城になったものなど様々であり、単純に天正18年を中世と近世の断絶とみなす考え方は、継承したものと断絶したものが混在していた地域の実情を見、ご危険性をはらんでいる。江戸時代には、関東地方は、石八州と呼ばれ、武蔵国、相模国、上ず国、下国、安房国、 上野国、下野国、日立国の発国を指した。赤八州を得た徳川家康は、駿府、現、静岡市駿河区、青井区の一部、市政市工事の静岡市から江戸、現、東京特部の一部、後に東京市となる東京北部に、ほぼ相当に、本拠地を移した。この時期には、測量を技術の発達を背景に、 中世までには考えられなかったような大規模な干拓や考えが実施できるようになり、大規模な土木事業が次々と実施された。家康は江戸湾に注ぐ利根川、渡瀬川水系を毛野川水系にまとめ、現在の利根川水系の原型を形作る利根川、当選事業を進めた。この事業によって、江戸付近の雨季の河川氾濫を収め、旧利根川、 旧渡良瀬川の下流川口地帯を干拓して、江戸の町の基盤を作った。こうして家康は江戸幕府を樹立し、江戸は水路を周囲に巡らす、世界屈指の大都市となった。その後は、椿の海の干拓、三富神殿開拓などの神殿開発が進み、荒川や根川下流の低湿地や武蔵野の大半が、高地化され、関東地方の農業生産力は激増した。幕府は、 機内からの先進技術や人材の導入に努め、当初は大阪からの移入に頼っていた物産、酒、木綿、醤油などの多くも、江戸時代中期頃には関東の地場生産品で賄えるようになり、江戸地、めぐる経済圏の確立、江戸には天明文化や火星文化の花が開いた。江戸時代の関東地方は、まさに徳川市のお膝元であった。 徳川五三屋の一つ、水戸徳川家が治める水戸藩、徳川氏の側近が治める川越藩など、関東各地には、徳川氏の血縁者や不代外名、旗本が治る、藩、地方王国が樹立され、日光神領などの天領を含め、徳川家の支配地となった。また、日光、日光東照宮や鹿島、鹿島神宮や成田、成田山新勝寺といった門前町も栄えた。 幕末には、マシューペリーが率いるアメリカ艦隊が、江戸湾に入港した。ミトテング島の巨兵、上野戦争や宇都宮攻防戦といった北関東の戦役など、政局や戊辰戦争の舞台となった。江戸幕府が倒されて、明治政府が誕生すると、天皇をはじめとする皇室が、京都御所から江戸城に移り、江戸は、東、京府と改名されて、東京は、 明治政府の本拠地となった。これ以後、東京は実質上の首都、政治、経済、文化の中心となった。関東は、機内以外で、初めて、中央集権型政権の本拠地が置かれる地方となった。東京には、軍事以外のすべての国家の中枢機関が置かれた。そして、東京と横浜は、文明開化の中心地となり、近代化を主導した。 明治5年9月12日、1872年10月14日には、新橋横浜間で日本初の鉄道が開通し、以降は官民を挙げて鉄道が建設され、関東地方には東京を中心とする鉄道網が築かれた。明治4年7月14日、1871年8月29日の廃藩地権を経て、 1876年8月以降の関東地方は南西から時計回り順に神奈川県、東京府、1943年7月以後は東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県の7つの県に分割され、現在に至っている。1876年4月17日までは、 鎌倉や東京とのつながりが深い伊豆半島が足柄県の一部として関東地方に含まれていた。太平洋戦争後に在日米軍は旧陸海軍の軍事施設を接収し関東地方各地に軍事基地を置いた。アメリカ合衆国の世界戦略のもと戦略爆撃で焼け野原になった東京は急速に復興し戦後10年に満たない間に戦前同様の繁栄を 化した。東京には各地から金の卵と呼ばれる労働者が集まった。内陸には民需に転じた軍需工場を中核に関東内陸工業地域が成立した。東京湾岸には京浜工業地帯や京王工業地帯が造成され、東京湾の干潟の多くが消滅していった。高度経済成長期以降、特に オイルショック後の産業構造の転換を背景に、第二次産業から第三次産業までの大手企業の本社が次々と東京に移転し、経済面で東京への一極集中が進行した。これに伴って、東京特部周辺のベッドタウン化が顕著になり、東京を中心とする都市圏は大幅に拡大、農地や山林を侵食してスプロール化し、東京の三十キロメートル圏内は、 市街地が一面に広がる状態とな、東京都市圏。しかし、東京への一極集中は、政治、行政、経済、文化など、多方面の問題にもなっている。近畿地方との間には、東海道新幹線、1964年10月開通、と、東名高速道路、1969年4月開通、が、東北地方太平洋側、旧道の区国との間には、 東北新幹線、1982年6月開通、と東北自動車道、1987年月前通、が建設された。これにより、本州太平洋側の地方は、高速交通網での縦断が可能な時代になった。中央省庁や企業、団体のエリア区分による、関東の範囲は、必ずしも、箱根関、小仏関、宇水関から、東とは、 定義されておらず、統一されていない。平成19年度の関東の GDP は203兆7486億円である。これはインドやロシアの GDP よりも大きく、巨大な経済圏を形成している。地域別特徴を見ると、本社の大半は東京特部に集中している。一方で東京特部を除く地域には、 工場や物流拠点が集中しており、特定企業の工場が集まる、企業城下町や営業所や小売業が多く立地する都市が多く見られる。大手、超大手といわれる製造業の本社、工場とは限らないは、東京特部に所在するものが多い。しかし、関東地方に工場を置く企業、親会社の本社が、必ずしも関東地方に所在するとも限らない。 多くの大手ゼネコンの本社が東京特部に集中している。東京特部では大規模なオフィスビルやマンション、道路、鉄道、地下鉄などの建設が行われている。東京には中央銀行である日本銀行や多くの都市銀行が本店を置いているほか、各地の地方銀行や主要な海外金融機関も情報収集を兼ねて東京支店を置いている。また、 東京証券取引所、各種商品市場も置かれている。基本的には、東京都区内に集積するものが多い。関東地方の幹線交通網は、東海道ルート、甲州街道ルート、中山道、三国街道ルート、日光街道、欧州街道ルート、水戸街道ルート、上層ルート、房総半島ルートに大きく分けられる。連絡線としては、 零平士街道ルートなどがある。平士街道古道鎌倉街道、大仙街道や、その他関東各地域中核都市から周辺部に伸びる路線群が整備されている。関東地方の鉄道網は東京から放射状に伸びており、路線相互の接続駅間を結ぶ鉄道路線が高度に整備され、世界最大の輸送力を誇っている。鶴見線、根岸線、相模線、 川越線、新越本線、あがつま線、上越線、両毛線、日光線、から山線、水戸線、水郡線、成田線、鹿島線、内房線、外房線、くるり線、御殿場線、みの線。つくばエクスプレス、日立中海浜鉄道みなと線、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線、関東鉄道上層線、関東鉄道龍ヶ崎線、東武佐野線、 東武日光線、東武宇都宮線、猛火鉄道猛火線、上新線、高下線、東武桐流線、東武小泉線、渡良瀬、渓国鉄道線、東武大越線、西武三山線、西武秩父線、秩父鉄道線、東武野田線、埼玉新都市交通稲線、ニューシャトル、つくばエクスプレス、埼玉高速鉄道線、東武野田線、流鉄流山線、つくばエクスプレス、 新京成線、東洋高速線、京成千葉線、京成千原線、千葉都市モノレール1号線、2号線、銚子電気鉄道線、いすみ鉄道いすみ線、小湊鉄道線、京急大市線、京急栗浜線、京急逗子線、東急こどもの国線、横浜高速鉄道港未来線、相鉄本線、相鉄泉谷線、横浜市営地下鉄、シーサイドライン、 小田急江ノ島線、江ノ島電鉄線、湘南モノレール線、伊豆箱根鉄道大大山線、箱根登山鉄道線。各県庁所在地、市代表駅周辺の鉄道路線、東京都は除く。詳細の路線については、関東地方の道路一覧も参照されたい。江戸時代に五街道が整備されて以後、日本橋を支店にして、幹線国道が、 放射状に整備され、連絡線国道が環状、湖障に整備されている。高速道路は首都高都心環状線を中心に各方面へ放射状に伸びている。また、国道16公園線や両毛デルタ地帯では、モータリゼーションの進展が著しい。東京特部や周辺都市に東北、中部、近畿など各地方からの高速バスが多数発着している。 一方、郊外や中小都市での一般路線バスは、モータリゼーションの進展で経営が苦しくなっている。空港としては、東京国際空港、羽田、RJTT や成田国際空港、じゃが立地する。いずれも事情により、アジアのハブ空港としての立場が揺らいでいる。東京と成田の両空港は、マルチエアポート対応。このほか、茨城空港、ジャ 調府飛行場、RJTF、大島空港、ゲト、新島空港、現、神津島空港、地ス、三宅島空港、RJTQ、八丈島空港、RJTH が立地し、伊豆諸島ではそれに加えて、東京アイランド、シャトルが就航している。東京湾岸の横浜港、東京港、千葉港を中心に、世界各地を結ぶ貨物が、 東京湾に出入りしている。また、日本の大手海運会社である日本郵船や商船、三井、川崎汽船が東京に本社を置いている。東京港、横浜港など伊豆諸島間には、東海汽船、神新汽船、伊豆七島海運などが、東京港小笠原諸島間には、小笠原海運、京商丸が就航している。このほか茨城港、鹿島港が、 工業製品、原材料の輸出入等の拠点となっている。茨城港大洗港区戸間小牧港には、カーフェリー、商船三井フェリーが就航している。関東地方の中心都市となっている東京から、主な都市や峠への NKM 県を以下に掲載する。キロメートル数は、国道の距離表を基準にして測る。放送局のキー局が、東京23区に集中しているため、 多くの芸能事務所やが東京23区に拠点を置いている。商業公演は交通の利便性が良い東京23区や横浜、幕張、埼玉などで多く開催されている。関東一都六県、関東広域県を放送対象地域とする広域放送と各都県を放送対象地域とする県域放送、ローカル局がある。 広域放送は5局存在するが、いずれも東京特部に本社を置く、キー局であり、関東平野のほぼ全域で、東京スカイツリー及び東京タワーからの電波が受信、可能。また、山間部や東京都島部、小笠原諸島は小笠原村ケーブルテレビでも、中継施設を通じて、静岡県の熱海や伊東などでも、小田原テレビ中継局や新島中継局を通じて、 受信可能となっている。県域放送は、茨城県を除くすべての都県に一局ずつ存在する。日本放送協会、NHK は、総合テレビは、広域放送、E テレは、全国放送を行っているが、地上デジタル放送における総合テレビにおいて、茨城県、栃木県、群馬県で、県域放送を行っている。他の都県では、従来通り、 東京特部を親局とする広域放送が当面は維持されるが3県、埼玉県、千葉県、神奈川県内にある中継局は東京都内と同様の 27CH ではなく各県ごとに異なったチャンネルを使用している。詳細としては埼玉県内が 13CH、千葉県内が 34CH、神奈川県内が 19CH を使用する。 関東地方の日本語の方言は、東関東方言と西関東方言の2種類に大きく分けられる。西関東方言のうち、東京方言、特に山の手言葉は、標準語、全国共通語の母体となった。現在の東京周辺では、1、東京の通勤喧嘩、2、他地方出身者、移住の増加、3、テレビラジオの影響などによって、標準語化、 それに近い新方言、首都圏方言が多用され、伝統的な在来の方言は衰退している。伊豆諸島の八丈島や青ヶ島で話される八丈方言は、古代東北方言の特徴を色濃く残す方言であり、本土の方言とは、異が大きい。伊豆大島などの北部伊豆諸島方言は、伊豆半島などが属する東海東山方言に類似する。小笠原諸島は、 欧米人とハワイ先住民が移民、開拓し、遅れて日本人が入植した土地であるため、欧米系入植者、太平洋系の人々を含むの英語と日本人、入植者の日本語、八条方言及び標準語が混合して、独特の小笠原方言と呼べるものが生まれた。ただし、日本返還後は、急速に共通語化が進んでいる。平野が広く、首都である、 東京特別区を抱える地方なので、日本の人口の30%以上が集中する。注釈出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。